11月29日火曜日、時刻は11時40分になりました。それでは今日も始めていきましょう。お昼のこんにちは、伊藤彩です。こんにちは、ママママママッキーです。どうもよろしくお願いします。がむしゃらにやっていきたいよね。あ、そうですね、本当ね、ということで、早速ですけれども、今日はこの方の登場です。午前様様でおなじみ、河村彩菜アナウンサーです。河村ちゃん、こんにちは、よろしくお願いします。いや、どうですか、お昼の。お昼なんですか、いや、もうなんか空気があったかい、なんかもう午前様はもうなんかちょっと戦いなんですよ、だから結構こうピリッとしてるというか殺伐としてる時が多いんですよ。だからこのスタジオ入った時に、ほんわかしてると思って、まあね、はい、これがお昼だって思いました。大体ね、40分が始まるじゃないですか、11時40分、はい、川上ちゃんと一生懸命喋ってるでしょ。喋ってます。39分ぐらいまでお弁当食べてますからね。いやもうちょっと早く切り上げてくださいよ。でも牧師さんがよくほんわかしてるところで、私一人でピリッとしてるっていうことは時々ありますけどね。それはですね、オンエア聞いてても伝わってます。すいません、本当に。いや、でもそのお二人の関係性がいいなと思ってます。これがラジオだよね、ライブ感が伝わってるってことね。ライブ感、生放送感ありますね。ありがとうございます、読んでいただいて。やっぱさ、はい、RCC のエース、女神、田村ちゃんの声の張りがすごい。芸人さんみたい。すいません、ダーマーみたいな感じで。本当にうるさくてごめんなさい。いやついついこうマイクの前に座るとスイッチ入っちゃうタイプで、さっき起きたとは思えないね。そんなことないですよ、今日早起きでした。早起きで伊藤さんからもメールをいただいて、今日は楽しみにしていますと言っていただきました。割とどうなんですか、お二人は割と、まあ、先輩後輩ですけど、絡みはあるんですか。伊藤さんはもうとにかく優しく見守ってくださってて、もうアナウンス部に入った時にやっぱニュースの読みとかを先輩方に教えていただくんですけど、もう伊藤さんから教わったこう技術だったりとか、指摘していただいたことだったりとか、もうニュース読むたびに思い出します。あ、そういうのいらないです。なんでですか、本当にそうですよ。そういうのいらないです。いや、そんなことない。なんかちょっとこう、ないんですか、あやさんに言いたいことって。あやさんに言いたいことですか。そんな完璧な人間いないじゃん。いや、あやさんに言いたいことは、正直今あるんですけど、アナウンス部の座席の配置、あやさん大変ですね。どういうこと。あのね、天国でもあり大変でもある。そのなんか並びがあるわけね。並びがあるんです。どういうことか、あやのお隣がとか、前が誰がいたりする。私の右隣、まず右隣ね、はい、伊藤タイラ君。ああ、スティーブン・タイラーね。スティーブン・タイラーか分かんないけど、そのまた右隣、小宅アナウンサー。そうです。男前が2人並んでるわけよ。そうなんです。喜び組が右側に、そして左側、そうです、そうです、横山アナウンサーで、うちも男前に挟まれてるわけよ。いや、そうですよ。その左側がポイントなんですよね。左側のもう先輩が、分かる分かる、もう荷物が多すぎて。荷物多いんですか。そう、でも少なくしたって本人はおっしゃってるんですけど、でももうとにかくいろんなものが届くんですよ、横山さん宛てに。ああ、そうなのですよね。あのね、一回うわーっと片付けられた時があったんだけど、そこからまたどんどん雑誌とか手紙とか箱とか、そうです、いろんなものがどんどん届くから、もうすぐね、うず高くね、でそれが時々ドバーッとこっちに押し寄せてくるんですよ。雪崩が起きるんですよね、紙の雪崩が。あやさんのその座席の方にザーって。そういうあれなんだ。だからね、午前様で横山さんが伊藤彩が肘でこうやってるとかって言われてるの前聞いて、ちょっと待ってくださいよと。アクリル板立てたら、この強めの固めのやつ。そうですね、ある意味いいかもしれないですよね。まあ、楽しそうな席だね。そうですよね。で、あと後ろもロッカーになってるので、一応こうなんかこうなんとなくこう雰囲気的には好きなことができるというか、だからそこは羨ましいなと思うんですよ、私は。逆側はディレクターとかハセピの方向いたりしてるわけ。そうです。ハセピが後ろ通ったり。見通しがいいからね。確かにハセピがちょこちょこ通ったら見れないよね。ネットショッピングとかできない。ヤフオクとかメルカリとか見れます。私がやってるみたいです。そういうね。できないんですよ。なるほどね。逆に綾さんもなんか川村ちゃんのイメージは。え、そう
ですね、この絡みなんか新鮮だからさ、い聞いときたいっていうか、あのね、川村さんの、うん、席の、席の話また右側じゃなくて席の話じゃなくて席なんかいいですよ席でもすぐ隣ホワイトボードがあって、うん、みんなのね、うん、なんかこう出勤してどこにいますとかっていうのがあって、うん、それで、うん、まあよく立ち寄る場所なんですよね、でよく話しかけるんですけど、その後必ずねこう立って、うん、あそうですねとかって、はい、もう礼儀正しさとあそういうのはちょっとまた褒めに入ってますそういうのいらないんですよ、そういう時間だった逆にちょっと怖がってるのもしかして、あやさんって怖いんですか、え全くですどっちが怖いの、ハセピーとあやって言ったらどっちも怖くない、今放送中じゃない放送中すごい静かになってるおあ優しいんだね、皆さん本当に優しいです、こんな直立不動で喋るかねホワイトボード来た先輩にやっぱ RCC アナウンス部は結構伝統というか割とこう大会系ピシッとしてる部分もあるので、縦社会なんですね、うん、そうですね、そういう面もあるんだねそれはこうなんかしなきゃみたいなところはあります、それ先輩に話しかけていただいてるんですからっていう意外ですね、もうちょっと緩いのかな、そうですよね、もう本当にねすごいなっていつも、うん、でも上下関係で言うと、うん、そのマッキーさんも私のその大学の先輩、そうね、直属の先輩だもんね、学部も一緒なんで、アホ学部、アホ学部、ね、いやいらないアホ学部は院も行ったんですか、院は行ってないです、はい、うん、俺は院行ってドロップアウトした組なんで、あそうで最終学歴ないんだけどね、ドロップアウトだからね、いやいやいや、でもそれでも先輩でだからなんかそうですそうです、実はね親近感、そうだし結構仕事してますよね、ちょこちょこ仕事してて、だ最近はね、スペシャルウィークの CM だったし、はい、あと、うん、あれですよね、クリスマスの、はい、ミュージックソンのポスターもね、作らせてもらったけど、ありがとうございます、今年メインパーソナリティを仰せつかりまして、ね、で一番最初のこのお仕事というか、うん、がもうそのポスターの撮影があるよって言ってもらって、うんうんうん、ポスターをマキさんたちに撮っていただいて、であれ肘山の交差点ですよ ね、 そうですね、交差点に音の鳴る信号機があるんですよ、音鳴る信号機と撮りたかったんですよね、うんうん、でなんか真っ赤のコートとかを用意していただいて、でロングコート で、はい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 、でスタイリストさんもついて、うん、メイクさんもついてくださって、うん、で、ね、真冬のように撮っていただきました、うんね、暑い日だったよね、暑かったそうね、まあ、でぐるぐるだったよね、ぐるぐるでした、10月ぐらいでしたけど、そうですね、まあ結構真夏日みたいな日でしたよね、そうなんです、パトカーが通ってそうそうそう、なんでこの時期にこの人こんな寒そうな格好してんだろうな、真っ赤なコードでね一人立ってるからすごい怪しんでたね一人ですごい怪しまれました、でも素敵に撮っていただいて嬉しいです、まあだから結構あの被写体がやっぱ川村ちゃんだとやる気が出るってあるよね、落ちたらとしてもないそれはありますよね、あるよそれは、それはだってその CM をさ、うん、ラジケーションの CM をその石橋さんと横山さんだけだったら、うん、そこまでテンション上がってるし、そこに柏村さんだけ3人だったらよく、って感じだけど、そこにやっぱ河村ちゃんがいるから、ね、こうってなるよね、ちょっと待ってください、ね、うん、もうそのスペシャルウィークのコマーシャル撮影ですけど、うん、もう牧瀬さんがとにかく、うんうん、柏村さんにもすり寄ってすり寄って、すり寄って、すごくなんか私たちにはすごく、あ、カオルちゃんこれこうやってとか、ゆかさんもうちょっと近くに来てください、ゆかさんもうちょっとこうなんかテンション上げてくださいみたいな感じでおっしゃってたんですけど、柏村さんが来たら、いやいいですね柏村さん一番優しかったです、まあ、いやいやテンション上がるとかじゃないと思います、まあ、柏村さんに関してはなんか機嫌損ねたら帰りそうだなと、帰る人って聞いてたんで最新の注意を払ったんですよ、はいはいはい、割とね、はい、でもずっと 99% ずっと自慢話してるんで、それも止めないと、演出上止めないと、ね、でもその後も空気のまま撮ったもんね、そうですね、和気あいあいで台本がない部分も CM にしていただいて、ちゃんと仕事してましたか、意外と本当ね本当にすいません、ね、そう仕事場ね、はい、うん、ラジオとは違う、 こうバンバンディレクションする牧瀬さんっていうイメージがあって、どうも
そうですね、ラジオでキーワード巻き愛してるなんてこう叫ばれるような、ひどいですか、ね、ちょっとあれカムちゃんもう一回だけキーワード教えて、何、あやさん愛してる、あそういうのいいね、そういうのいいね、もうね、せっかく第一スタジオと第二スタジオの間にホワイトボードが置いてあって、うん、はいはい、毎日のキーワードそこに書かれるんですよ、それを書いてほしいがためにってもらったら、ね、いや、もうちっちゃい、ちっちゃいよ、そういうわけじゃないんですけどね、まあでもね、こうやってこう絡むのは新鮮楽しい、ね、そうですね、ね、いや、ね、嬉しいです、すごく。ここまで10分ぐらい昼のやってこう どんな感じ今ですか？いけるなって感じ。もう延々ずっとここにいてもいいですかってぐらいです。いてほしいな。いてほしい。本当にご迷惑だとは思うんですけど。ちょっともしかしてお昼や火曜日の席狙ってない？大丈夫？じゃあ、牧田さん変わっていただいていいですか？おい、俺か。だから最近ね、お昼や火曜日のこの席を狙ってる人がいっぱいいるっていう噂を聞くんですよね。なんかちょうど狙いやすいでしょ？そう4年経ったし。何でかそろそろじゃねえかっていう話もねあるから、ちょっと戦々恐々としてるのよ。年度末に向けてちょっと頑張っていかないといけないですね。頑張っていかない。だからスペシャルウィーク結果出さないといけないから、うん、とにかくまずこう応募してほしいね。そうですよね。何だったっけ、キーワード、うん、キーワードですか、うん、嘘言っちゃいけんよ、ちゃんと聞いてるから。あ、今ど忘れしました。なんでやねん。こっち登録持って帰ろうとしてる、ね、もう言ってほしくて仕方がない。その全体のメールテーマもあるんですけど、ね、うん、そうよ、今日の番組自体のメールテーマ、憎いほど好きなものだったり、うん、まあ、この時間ね、うん、もう何でも私たちね、そうか、この中からもキーワードを生成しないといけないんですよね。そうなんですよ。この考えてる、いや、なんかこの場で生まれるものかなと思って。そうです、私はブラックマンに来ちゃいました今日。そうよね、はい、うんうん、川村ちゃんの、じゃあなんだろうな、うん、これちょっと最近なんかこう好きなものでもいいし、うん、なんか楽しかったことでもいいですし、はい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 、最近ちなみにありますか、憎いほど好きなもの。いや、私も憎いほど好きなものは、うん、もうお菓子です。もうお菓子が大好きで、やんやんつけぼう、つけぼう、やんやんつけぼう、美味しいですよね。美味しい、やんやんつけぼう、ね、あのね、はい、私が子供の時には多分、うん、ありました、なかったと思うんですよ。あったと思うよ。あったでしょ、あったと思う。本当ですか？私知らなかったんで、だから最近になって子供が食べるようになって知ったんだけど、はい、チョコレートつけたり、そう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 、ディップ系ですよね。そうですよね、うんうん、長い棒にね、はい、ビスケットにチョコつけて、うん、でなんかちょっとカラフルなラムネみたいなのもつけて、そうですね、好きなだけ自分でつけて食べられるっていう、このヤンヤンつけ棒がもう大好き、なんかそのエピソードもちょっと川村ちゃんってあのちゃんと計算づくの感じするんだよな。なんかそうヤンヤンつけ棒を言うときは可愛いみたいな。いやそんなことないです、本当にヤンヤンつけ棒ぽくないやつもちょうだい。ぽくないなんですか、ぽくないやつって言われましても困りますよ。カメラなんかすごいさ、可愛くカメラ写真撮るのも好き、お菓子も好き、ぽくないやつちょうだい。ぽくないってなんだろう、イカぶって焼いて日本酒飲むの好きみたいなとか。あ、そう、居酒屋では確かにエイヒレがすごい好きです。意外とお酒お好きなんですよね。好きなのは好きですね、でもすぐ赤くなっちゃうので強くはないんですけど、うん、もうそれも可愛いんだよな。エピソードとかいち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 可愛いな。なんで自分の話をしてるの、なんか計算とか言われてる。川村ちゃんっていつそのさ、はい、ちょっとこれ聞かせて、俺聞きたかったんだけど、いつ自分が可愛いって気づいたの。いやあるじゃん、その思春期がやってくるじゃん、とかもうその前か分かんないけど、はい、あ、私って可愛いんだっていつ気づくの。いやこの後幸福の女神にも聞こうと思ってるんだけど。いらっしゃってますね。お綺麗な方が座られてるなと思いました。いつぐらいにそういう感じるのかなと。いや、でも多分一番人生でモテたのは幼稚園の時です、うん、本当に幼稚園の時、時間アンパンマンをみんなで見る時間があるんですけど、うんうんうん、ね、私の隣で見たいっていう子たちが、うん、男女問わず両側に座ろう座ろうって言って、うん、私本当にリアルにこう右左引っ張られて、うん、体裂けるかと思ったことあります。そこがピークでした。顔半分上げてください。いや、ちゃうのよ。そのまた幼稚園、完璧 に完璧やな。完璧じゃない。ディフェンスがうまい、勝てなっちゅうよ。コスタリカか。あ、負けましたけどね。スペイン戦楽しみにしてます。そう、はい、どうでしょう、キーワード、キーワードどうしましょう。ええー、コスタリカ、
いやいや、コスタリカも負けましたから、コスタリカも去ったもんだと思ってます私は。アンパンマン。ああ、何しも、まあ、カンブチェ決めてもらいましょうか。いいですか、うん、何でもいいです、うん、何決めましょう。ヤンヤンつけ棒でお願いします。え、ダメですかね、いい、大丈夫ですか、いいと思います。はっきり、ね、今もう改めて私の中でヤンヤンつけ棒が再燃しておりまして、ました、はい、うん、毎日でも食べたい、毎食でも食べたいと思っています。ということでキーワードを改めてお願いいたします。ヤンヤンつけ棒、イエイ。なぜかイエイ。はい、ということでこのキーワードを書いて応募してください、はい、プレゼントの応募先なんですけれども、うん、メールは1350@rcc.net、うん、お昼寝の方ではありません、はい、1350@rcc.net にキーワードを書いて、うん、住所お名前を書いて送ってください。抽選で1週間を通して70人の方にオリジナル70年ステッカーをプレゼント、うん、そして毎日お一人の方に Amazon ギフトカード1万円分が当たります、はい、応募の締め切り、うん、この後1時までです。あと40分ほどです。すぐですね。そうなんです、うん、はは、1時までに、はい、1350@rcc.net に送ればいいと、はい、いうことですね。送ってください。明日なんですけど、明日このコーナーが、はい、その横山さんと、横山裕二アナウンサー、そのって、そのって、横山裕二アナウンサーの登場になります。お楽しみにということでございます。はい、ということで、この時間、もう行っちゃうの？ね、寂しいですね。行けんだったら、もういくらでも行ってほしい。欲しいですよ、もう。何考えたいから。また来てください。いいですか、ありがとうございます。ぜひぜひ、また来させてください。河村アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。河村ちゃん、サンキュー。お知らせの後はスポーツ伝説です。